時皆さんも急須はですね、ぜひこうお辞儀をするようにですね、注ぎ分けと我々言ってるんですが、はい、一杯だけこうダーッと入れてしまうと味が均一になりませんので、なるべくちょっと邪魔です。はい、なるべく2杯こう均等にお辞儀をするように、注ぎ分けていただければと思います。ちょっとずつ入れる感じですね。はい、ちょっとずつですね。渋みが苦手な方もこれ毎日飲めると思います。とにかく旨味が強いお茶だと思います。はいはい、ありがとうございます。だんだんお二人の、ね、顔が曇ってまいりましたが、不安な感じになってますよね。大丈夫、二人には強い味方があるんで、じゃあ早速お二人もお茶入れていただきましょうか。ここにもう水が今300ミリリットル入ってますので、200ミリリットルですよね。はい、ここが300ですね。あ、はい、でここにも粉を300リットル今入ってるそうです。入れてもらうだけなので、はい、じゃあまず蓋を取りましょう。はい、ちょっと握力問題出てきましたね。結構きつく締まってたんですかね。はい、さあお二人上手にできるでしょうか。はい、じゃあこれ袋を取っていただいて、中に粉が入ってますんで、お二人の前にあるティースプーン、はい、ティースプーンを今山さじ2杯しましたね。はい、これをですね、まあ大体300ですんで、いつも2杯分ぐらいです。今日はじゃあ山盛り1杯ぐらいボサッと入れてもらっちゃって、サラサラ溶ける多いお茶、今山盛り一杯入れるそうです。はい、ドカッと入れちゃう、あおー、入れちゃいましょう。いいですよ、もうワイルドにもこぼしても全然大丈夫なので気にせず、はい、ドカッと入れちゃいましょう。ガンガン入れちゃってくださいね。もう一杯ですか。いや、これでもう終わりです。え、簡単、もうおしまいです。でもこれでいいんですって。はい、で、蓋をして、うん、お二人に出ていただいた通りサラサラくるくるしてもらうと、もう美味しいお茶が出来上がりということになります。はい、じゃあちょっと振っていただきますか。さあ、シャカシャカ振っていただいてわ、めちゃくちゃすごい、ブロのバーテンダーみたいな人が出てきましたよ。素晴らしい。さあ、どっちの方がいっぱい振れるか、シャカシャカ対決みたいになってきましたね。さあ、負けない負けない負けないぞ。はい、もういいんだ、え、もういいんですか。やばくなっちゃったね。え、もう出来上がった。出来上がりです。泡だらけ。ちょっと泡だらけになっちゃいましたけど、まあ、これぐらい簡単なお茶が、このおいお茶のサラサラ溶けるおいお茶。めちゃくちゃ簡単でしたね。はいはい、さあ、今ね、お二人作っていただいたんですが、ボタンさんどうでした。簡単でした。簡単でしたね。はい、え、これだったらちょっとお家でやってみようかなって思います。はい、やってみたいです。あ、やってみたいです。いただきました、ありがとうございます。近くない、これ。さあ、じゃあしんのすけさんどうでした、作ってみて。すごいなんか簡単で、なんかやってて楽しくて、うん、あ、楽しい。前までの気持ちがちょっと変わって、なんかやってみようかなと。やった、サラサラ溶ける多いお茶がしんのすけさんの気持ちを変えました。お茶ってすごいですね。これも分けて別々にやるんですか。150ミリリットルぐらいですか。さあ、ここもね、もう大体半分ぐらい写真タイムになりますかね。お二人上手に注いでいただいております。もう普通に、はい、注いでください。お、きれい。あ、すごい、さっき聞いたようにちゃんと片方ずつちょこちょこ入れ起こっております。はい、 OK です、大丈夫です。なんか、はい、ちょうどいい、美味しそう。はい、じゃあ出します。はい、あ、ボクします。わ、すごい。はい、じゃあ出来上がったようです。一つね、安田さん用に入れていただきました。飲んでみてもらっていいですか。まあ、ちゃんと手渡しして紳士ですね。あ、ちゃんとね、取ってね。さあ、じゃあボタンさん、じゃあしんのすけさんのお茶を飲んでみてください。いただきます。お味はどうですか。え、美味しいです。美味しい、素晴らしい。今いいリアクションでしたね。どう、あ、じゃあしんのすけさんもお味見てみます。さあ、ボタンさんのお茶です。どうですか。なんか甘みを感じて、おー、なんかすごい、ちょっとなんか後になんかちょっと残るみたいな感覚。はい、すごいじゃないですか。なんか安田さんよりすごいコメント出してきましたよ。いただきます。いただきます、丁寧で。どうですか。なんか、うん、さっきまではすごく甘いって感じだったんですけど、おさらさら溶ける多いお茶をなんかかけたら、うん、すごいなんか甘酸っぱくて、はい、最初は結構甘いんですけど、後からちょっとなんか酸っぱさが分かるっていうか。おー、すごい大人のコメント。
バクバクしちゃったもん、わかんない。バクバク聞いたくなっちゃう。ボタンさんもじゃあ召し上がってみてください。はい、いただきます。いただきます。綺麗な緑に変わってますね。ええ、んどうしました。抹茶アイス。抹茶、抹茶になったんですか。はい、なんかちょっと、弟も言ってましたけど、なんかちょっと酸味が増えて、なんか抹茶すごい味変大成功です。ありがとうございます。